ティク株式会社は東京都中央区日本橋に本社を置く化学メーカー。主力製品は印刷ンキ、有機顔料、合成樹脂。ブランドスローガンはカラーコンフォート。2008年に大日本人気化学工業株式会社より社名変更した日経平均株価の構成銘柄の一つ。創業者。 河村基重郎印刷印記や有機顔料、PPS コンパウンドで世界トップシェアの化学メーカー。創業以来の事業である印刷印記と、その原材料である有機顔料と合成樹脂をもとに事業を拡大し、PPS コンパウンド、液晶材料、工業用粘着テープ、機能性顔料、包装用接着剤、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、 不法はポリエステル樹脂、フッ素化学品、解湿剤、アルキルフェノール、硫用系石油添加剤、金属石鹸、不燃化粧板、加色フィルム、繊維着色剤、機能性、コンパウンド、インクジェットインキ、食品包装用フィルム、特殊磁気テープ、プラスチック成形製品、中空糸膜、モジュール、ヘルスケア食品などの幅広い事業を展開する。 日本トップシェアの色見本帳ディックカラーガイドはデザインやグラフィック、ファッション、インテリア業界などに幅広く利用されている。他の国内印刷ンキメーカーに先駆けて海外進出を果たし、1986年に米国産ケミカル社のグラフィックアーツ材料部門を買収、1999年にフツコクトタルフィナ社のイのキ部門を買収などにより、 全世界に活動拠点を拡大し、現在は世界60カ国以上で約170社のグループ会社を展開している。社会貢献活動の一環として、千葉県桜市の総合研究所に隣接する敷地内で陸川村記念美術館を運営。創業100周年となる2008年4月1日に、称号を大日本人気化学工業株式会社から、 リク株式会社に変更。2009年10月1日、印刷ンキ事業を分社化し、リクグラフィックス株式会社を設立する。2016年、ブランドスローガン、カラーコインフォートを定めて、ブランディングをスタートし、同年10月より、女優、吉岡里穂が出演する、企業ブランド CM を放送している。2013年10月、 同社が保有し、陸川村記念美術館にて展示していた、バーネット・ニューマン作の絵画、アンナの光を売却した。上渡益は103億円。これは、財務体質の強化を狙った、リキャピタライゼーションの一環で、市場からも評価された。全国に、工場や研究所を持っている。ありがとうございます。